はいどうも、ヒコポン、心の声です。秋の冷たい雨が降る夕方、マルッポリをアタックしてみます。雨なら減らしも少なくてやりやすそう。人が少なければ、魚に対するプレッシャーも少ない。さらに、雨音で、人の存在が消される。さらに、時刻は魚が釣れやすいという夕方。これは、もう釣れる予感しかしない。釣り初心者なので、いろいろな状況を試していきたい。マルッポリに到着です。車数台来てます。こんな日でも釣りするのか、人のことは言えない。レインベアは、上下ワークマンのもの、こんな形で活躍するとは思わなかった。釣り竿を、セッティング、早く、これで一匹釣って、次のステージへ行きたいです。ブルーギルでも OK です。一応鍵をかけておきます。小学生の頃、釣り場でルアーを盗まれた苦い思い出がある。盗んだルアーで魚釣りして楽しいんかな。いざ釣り場へ。雨がまた強めになってきました。竹やぶで雨が防がれてる。ここでルアーを装着しよう。使用するルアーはこの間釣ったクランクベイト。ダイソーで買ったスナップが硬くてなかなかつけられない。悪戦苦闘してやっと装着完了。ルアーの装着を楽にするためのスナップなのにそれがつけにくいとは。いざ釣り場へ。雨でちょっとした川になってます。見た感じ、減らしはおられないようです。ルアー釣りの人が一人おります。こう見ると釣れそうな雰囲気あるんだけどね。ネット検索すると、数年前にブラックバスは駆除されたとか、マルッポリにいる在来種ってなんだろう。枝の下を狙ってみよう。よし、うまくいった。反応はなし。岸際を攻めてみます。ジャスト。いいとこ行ったよ。自分で褒めていくスタイル。何の反応もないですね。ルアーを変えよう。つけるのも大変なら取るのも大変。やっと取れた。次はホッパーにしてみます。私にはまだ早い気がするけど使ってみたい。誰もいないしいいでしょう。ホッパーの先の丸が小さくてスナップがはまらないので直に結びました。この間針を外す際に魚が暴れて指に針が刺さって流血したのでフィッシングプライヤーを購入しました。これ買ったら釣れなくなりそうな気がするんだけど、そういう準備をすると釣れなくなるのがヒコボンである。初めてのホッパー、自分でアクションつけるのね。こうやっててブラックバスがバコってきたら気持ちいいだろうな。岸際を攻めようと思ったら草に引っかかった。取りに行ける場所なので外してきます。私こんなのばっかりだな。なんで簡単に引っかかっちゃうんだもんな。水に沈んだ木の枝でした。こんなのすぐ引っかかってしまう。ルアー釣りって大変だな。 YouTube の動画を見るとホイホイ岸際を攻めてるけど引っかかったのはカットしてるのかな。こんなのうまくても避けようがない。外したと思ったら脇のヤブに引っかかる。戻ってきました。スニーカーもびしょびしょだ。防水で滑らないスニーカーないかしら。ダメそうなのでルアー変えます。ペンシルです。ほんとこのダイソーのスナップ片すぎ新作。よしやっとつけれた。ただ巻いただけじゃ何もなんないのね。自分でつけるタイプか。釣れそうな気がしないので変えます。それにしても雨が強くなってきた。小さいクランクベイトにしてみる。サイドで投げて枝の下を攻める。
ジャストキャスティング。勝手に名前をつける。これで連れてくれるといい成功体験になるんだけど。普段ならヘラ氏がいていけない隣へ行ってみる。朝一番でも行けませんでしたからね。なるほど、あ、こうなってる。普段ならここにヘラ氏の方々が並んでいます。駐車場に近いからか、ここは朝一番に来ても埋まってました。マルッポリには使えなくなったボートが数台浮いてます。過去にボートを焦げたのだろうか。去年の台風の時にこのマルッポリは丸々水の底になりましたが、それをよく耐えてこの場に留まっていると思う。ここはこの辺にしてさらに奥へ進もう。飛ぶな。向こう岸でルアー釣りしてる人のルアーよく飛ぶ。飛ぶ。一旦道路へ出て向こうへ行きます。どうやら向こうにはヘラ氏がおられるようです。やはりいつもの場所しかないか。完全に雨のジャングルです。ベトナム戦争のジャングル戦みたいです。この丸太に体を隠すだろうな。今回橋の上はスルーです。この道を塞ぐ丸太がいちいち邪魔。今度動かしてみようか。気をつけないと。前回転びましたからな。あ、一応人工芝が敷かれてます。人工芝滑りますね。よいしょ。慎重に慎重に。ここです。ここ、この足場の悪さ突破です。そして出てくるのが釣りスポット。すぐこうなっちゃうんですよね。後ろのヤブに引っかかる。マルッポリはいろいろ大変。何の鳥かわからない鳴き声。ジャングルらしさを演出しています。自然たくさんに見えて、木の向こうはゴルフ場っていうね。ジャスト。茂みの深いところへ入った。何もないですけどね。すみませんね。隣へ行ってみます。さっき向こうからルアー釣りの人を見てたらこっちから移動してた。いつもは一旦上に上がってから向こうに回り込んでました。ここが通れるなら楽だ。ここはヤブを込むというよりもヤブに潜ってます。ヤブダイブです。ブツないと無理か。これたどり着けました。よく通ろうと思ったが、切る切るぞ。ゴルフボールの墓場です。雰囲気はすごい釣れそうなんだけどね。やはり駆除でバス自体少なくなっているのだろうか。
また引っかかった。さあよく釣れるな。草釣り名人、ひとしきり投げたので次に移動します。ヤブゾーンを抜けます。ここからはめくるめく草ワールドです。人類滅亡後、生物の頂点に立ったのは草だった。こんな場所でも歩く場所に草が生えないのはやはりみんな歩くからなんでしょうかね。隣はゴルフ場です。普段ならこの場所にはヘラ氏の方々が並んでいるので横に投げるなんてできませんな。魚が跳ねた。次はツモラバと芋でやってみます。ダメだ、移動しよう。丸っぽいでバスが連れてる動画ってあれぐらいだもんな。ここから未開拓ゾーンです。もう暗くなるので今日のところは偵察する感じかな。うっそうとしてくらい、こんなこともあろうかとライト持ってきたぜ。こちらのライトは以前スルーライトさんからいただいた、縦に持つと光る部分が正面を向くタイプのやつ。これ本当に便利。小さい釣りスペースがあるんですが、こじんまりとしていて落ち着いて釣りができそうです。
さらに奥へ進んでみます。スモラダは重りがついてるからよく飛ぶな。根がかりが怖いのでそこを引きずったりはできないけど、釣り動画2回目にしてダイソーのスモラダが根がかったのがトラウマです。ルアーを変えようと思うもスナップが硬い上に雨で手がかじかんで思うように動かない。走行するうちにどんどん暗くなる。このライトこうやって縦に置くことができて便利です。本当おすすめなんだけど、動画も作ったのに誰にも響かなかった。悲しい。残念。結局変えることできず、ここでダイソーのスナップに見切りをつけることにしました。今で無理なら冬になったらもう無理だ。帰った後にオーナーのクイックスナップゼロを購入しました。小さくて開きやすくかつ頑丈で良い感じです。まだ魚が釣れてないので分かりませんけど、このくらい中戻ります。ホントライトがあってよかった。ライトは暗闇を切り裂く正義のアイテムです。さらに奥へ進めるようですが、今日のところはやめておきます。前方の光ってるやつ、車止めだよね。どこから持ってきた。この階段はどこへ続くのだろうか。
危ない無理だ、高い。ぬかるみで足が滑った。ほんと滑らないスニーカーを教えてほしい。今チェックしてるのがトレイルランニングのやつなんかどうかなと思っている。過酷な状況でも走るわけで、それなら滑らないかもしれない。ぬかる、これですよ、これぬかるみです。足元はぬかるみ、前方は草。過酷すぎる。どうしようかね。よいしょ。ああ、よいしょ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 、こっちでいいのか。こっちでいいんです。おら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 。うん。草の王国ですよ、ここは。うわ、抜け出た。ここまで来れば安心。あ、ライト持ってきてよかったわ。まあライトなかったら明るいうちに帰りますけどね。誰もいないっす。さすがに残ってるのは私だけです。我が愛機。というわけで雨の兆候でした。このスタイルで雨にも対応できることが分かりました。ただもう雨はいいかなって感じです。釣れたらまた話は変わっていたかもしれないけど。